中尾春日です。中尾ゆずきです。よろしくお願いします。姉妹なんですよ、はい、お二人は。お姉ちゃんは私です。はい、二人はあの LPGA の、はい、ティーチングの資格を持ってて、まあ、今のツアープロを目指して頑張ってます。はい。そんな感じで、まあ、ディンゴルフ恒例 の、 あの対決企画がありまして、勝ったら5万円もらえます。はい、頑張ります。負けたら0円です。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、3ホール終わりまして、はい、同点？同点ですね。はい、まあまだ6ホールあります。でね、ちょっとね、クラブがね、ちょっと気になってて、ちょっとはるちゃんの方からドライバーと何使ってんですか？キャラウェイ使ってます。ローグです。ローグ、マックス D、 ベンタス。ベンタス、はい、5ホール。アイアン、アイアンもスティックさん。そうですね、うん、シャフト爆弾も純正のやつですね。あ、そうなんだ。そのまま、はい、入ってたやつが意外と良かったんで。でも60アイアンって結構しっかりしてますね。お、もうそのまま使っちゃってます。パタートラス、パタは、はい、ピン型、ピン型のセンター。めちゃめちゃ人気ありますよね、そのパター。そうなんですよ、たまたま見つけてラッキー。あー、はい、やっぱりそう、すごいなんか人気で時やって会ってびっくりしました。ああ、即買いって感じだったんですね。もう握りしめてよ。カバー一緒なんですね。カバーは、はい、提供してもらって。うん、可愛い、可愛いです。じゃあちょっとゆずちゃんの方の、まあ、私そう、なんかいっぱいUTT が多いのか。あ、そうです、うん、私ドライバーはステルス。ああ、ステルス、はい。シャフト、シャフトはグラファイト。結構、え、これ何、皆さんに何のシャフトってめっちゃ聞かれてます。何これ、グラファイトの女子プロの人結構使ってる。女子プロとか松森青田さんとかが使ってました。かっこいい。初めて見た。本当ですか、そうですか。で、結構皆さんに何のシャフト使ってんのって聞かれて、なんかツアー ID ばっかじゃん、なんか。あのシリッツさんの最新、最新ちょっと、あ、なるほど。そうですね、モデルがね、はい、ね、インフォーが、うん、でグラファイトツアー ID 75S、 うん、本当の方がハードスペック。確かに。打ち合ったりするんですか？します。でもやっぱり結構逆ですね。お姉ちゃんが合うのは私合わなくて、私合わない。そうだよね、ちょっと、はい、ちょっと違うもんね、はい、あとは形、そうですね、マレットケースもね、はい、マレット、うん、相棒。さっき外したけど相棒です、怒ってません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうです。うん、ね、火がちょっと落ちたら寒いですね。寒い。140です。どうしよっかな。ちょっとユーティリティの抑え目に行きます。ちょっと右目。U6 で行きます。はい、もうやめてよ。ついてこない。結構なケース。2人とも右手前、うん、でも超一緒のとこやと思う。そうですよ。あれ、
めっちゃ高いし、ほんまやな。何あれ、持ってきたのかな。めっちゃ上げてるね。あ、そうやろ。ちょっと2人とも仲良くですけど、結構難しいライスね、はい、そう、それは難しい。あ、冬の芝、うわ、難しいな。イメージがある。うまい。うまっ。何度？56です。辛すぎ。めっちゃうまかった。ありがとう。あともうちょっと、うん、ですよね、もうちょっと。イメージはすごいなんかこう、ね、そうこの強さだけだったんですよね。なんかこう寄る感じのあれだった。さっき入れたあかんのか。OK でもいいやね。何やるもん。やっで、OK を出してあげるのが一番、うん。これを入れたらいいの。惜しい。OK。いいね。打つ？打たんでもいいなら打たんでも。OK？うん、一応 OK。 エスパーです。ありがとうございます。やったぜ。あ、うまくいったわ。うん、めっちゃうまく、うん、あれはもうちょっと良かったから。納得のあれですよね。落としどころがめっちゃ良かった。うん、お願いします。そうだ、あれより良くしようと思うと、もうちょっと入れに行きたい気持ちになっちゃうから、強くなっちゃいますよね。気持ちが前にいってます。そうっすよね。絶対手前はあかんと思う。ああ、おもろないって。あ、誰か知ってる人出てました？え、じゃなかったっけ？前のちゃんや。古川前のちゃんとか。ああ、うん、出てもらいました。はい、ですよね。はい、そう、ホールインワン出したんですよ。えー、この対決のダブルスをやってもらって。へ、そう、誰が本命？マイナちゃんちゃん。そう。ホールインワンはすごいな。ピンガシャでした。ガシャンって。すごっ。かっこいいマイナちゃんらしいな。オッケー。よいしょ。ちょんちゃんや。あれですね、ピン位置が見えますか？そう、グリーンの縦の幅が分かりづらくて、手前がバンカー。26で打ちます。はい、ここ結構いいんじゃない？うん、でもどうですかね、手前？いや、手前ではないと思う。手前というか、超えました。超えてる。うん、期待していいんですか？なんかこれもなんか似たような、ね、そう、ちょっと行かなきゃ分かんないですけど、でも悪くなかったけど、うん、マークが見えた。マークかよ。見て、誰かここ落ちたね。ほんまや。ここに落ちてる。
あでもそうだよね。そう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 、距離感が合ってれば。うん。オッケー。入れるわ。入れちゃって。もうそこで入れたらもうスライスしたな。まっすぐ。オッケー。あれ？スライスじゃないの？流されました。え、すごい決めてほしい感は出てましたけどね。応援してたんですけど。結構いい狙ったとこに打ったよ。嘘はついてんのよ。もうパター下手くそって書かれちゃう。私夏ならいいけどこの気温でこの距離はしんどい。うん、いや、戻ってくると思う。うん、行ってみよう。右がダメやからね。ちょっと寒いので万歳ごと。残念。パンってあげたのに。です。ちょっと振り切らんかったな。バンカーは嫌やったからパンってあげたのに。優雅でいきます。はい。ショック。同じバンカーよ。仲良しですじゃなくて対決です、企画が。一緒のとこ行ってんのは私たち仲良しですではないんです今日は。もうわざわざ見てたんですか、私もパンパンしてあげてんの。バンカーや、言ってたよ。水着もワンバンってあげたよ。もうあそこ、このバンカー難しそうよ。なんか待ってるし。カートをお進めください。雨上がりのバンカーやばい。終わった。終わった。これ終わった。イノシシでも来たんですよ。絶対ちょっと鳴らしが、うん、あーこりゃどうやって打つって感じやもん。砂でしょ。うん、すごいなこれ。雨上がりきついな。これバンカーじゃないですよね。なんていうんやろ。でも柔らかそう。うん、うまい。いけ。うまかったけどね。これに比べたら。なかなかめり込んでます、ね。これあんまないですよ、普段。うん。
回で出てほしいな。すごい。なんかもう気持ちで持ってった感じだね。すごい。いいよ。ありがとう。出たからよしです。まあまあの目玉やったよ。もうズボってなんかもう砂を思いっきり取ってったって感じなんですか。とりあえず出て。そうだよね。惜しい、やるわ、とりあえず。大丈夫ない？ボギーで勝ってもゼロですか？はい。惜しかった、今入ったと思ったな。結構狙いに行ってるね。バンカーに行ったバンカーに行ったダメだ。バーディーすぐらいじゃないの。いや